ヘイリオスは、ギリシア神話の太陽神である。その名はギリシア語で、太陽を意味する、一般名詞と同一である。象徴となる聖鳥はオンドリ。太陽は天空をかけるヘイリオス神の四頭立て馬車で、あると古代ギリシア人は信じていた。日本語では長部員を省略してヘイリオスとも表記する。紀元前4四世紀頃から、ヘイリオスは、アポローンと、 同一視されるようになった。これは、アポローンに光明神としての性質があったためと考えられる。同様に、ヘイリオスの妹で月の女神であるセレーネーは、アポローンの双子の姉であるアルテミスと同一視されるようになった。ヘイシオドスの新闘記によれば、ヒペリオンとテイアーの息子である。明けぼの女神、エイオースや月の女神セレーネーは姉妹。また、 魔女のキルケイやヘイリアです。パイトーンの父親でもある。アポローンが乗る太陽の車を青空の牧場に軽魚車とも考えられた。オリュムポスから見て、東の地の果てに宮殿を持つ。盲目になったオーリーオーンの目を治療した。また、常に空にあって、地上のすべてを見ているため、アプロディーテのアレースとの浮気をヘイパイストスに密告したのも、 ハーデスがペルセポネを誘拐した際に、ゼウスが加担したことをデーメーテールに教えたのも、ヘイリオスとヘカテイである。ヘイリオスはアプロディーテイ女神とアレス神の不義を、いち早く見つけ、女神の夫、ヘイパイストスに言いつけた。アプロディーテイはこの仕打ちを許すことができず、ペルシア王、オルカモスの娘である美女、レウコトエイに、ヘイリオスの目を釘付けにさせ、 熱愛関係に誘う。ヘイリオスの長愛を受けていたニュムテーのクリューティエはこれを見過ごせず、厳格なオルカモスにレウコトエが男と密通している胸を告げ、不応の手で彼女を裁かせる。ヘイリオスはその罪により急目にされたレウコトエの死体にネクタールを振り注ぎ、彼女の姿を入港の木に変え、展開へと連れて行く。一方、クリューティエは ヘリオスからもはや振り向いてはもらえず、太陽を見ながら悲しみ泣き暮らすうちに死んでしまう。そして、彼女は一輪の花になり、いつも愛しい人の方を向いているのである。クリューティエの返事た花は、ひまわりやヘリオトロープ、あるいは金銭花であるとも言われている。外して絵画や文学のモチーフとしては、ひまわりとされることが多いが、ひまわりは、 アメリカ大陸の原産であり、この神話の成立時期にはヨーロッパでは知られていなかった。ありがとうございます。